えー、今日だったんですけど、えー、っと、大工が端材等で、まあ、めっちゃ簡単というか、結構本当適当ぐらいに、まあ倉庫とか物置にね、なんでね、まあ棚とかいろいろ収納できるように、ちょっと作ったのを、まあ紹介していきます。まあ一般の人なかなかね、こう新築の端材とかってないと思うんですけど、 もしね DIY してねまあ半端なね材料とか残っていればそういうのもね使えるような感じでね収納してるんでねその辺紹介していきたいと思いますまずこっちですねこっちはまあ基本的に現場で使う小物うんとビスとか まあ釘とかかままああいいいろろなんでですすけど細かいものですね、まあ、これはね150幅ぐらいのねこういう材料を使ってまあ本当まあ缶で大体組んでってそれを置いてるだけなんですけどこの下はねまあ2 4ミリぐらいのねランバー。 シナランバー材のね、半端パとかでね、こう、箱を作って、その上さ、乗っけてるような感じです。これはフローリング材の余りですね。これをポンってただ、気にないでのっけてるだけです。そして、これ、まあ、ハケとか、たまに使うんでね、テープとか、マスキングテープとか。まあ、これがね、やっぱり、 まあホームセンターでフックとかをね買わなくてもまあビスいっぱいあればもうこれでバンバン打っていろいろかけれちゃうんでまあこれね一番手っ取り早くねまあ物をかけれるってことでね これはすごく便利だと、まあ、これはね、まあ、知ってると思いますけど大体。してまあこれここをの字にねこう組んでるんでねここべったりつけてしまうとものね取りづらくなるんでちょっとここ空間開けてます。してこの辺ですね。 こっち面はまあ上はエアー工具とか置いてるんですけどまあ基本的にここ普段使うものはね車に入ってるんでまあエアー工具とか多いんですけどこれですねまあこれ大きいものなんで結構いろいろ大きさあるんでこの可動棚のレールこれ使ってますね、まあ、これはねあまりっていうわけでないんでねただホームセンターで 多分1000円前後とかで1本売ってると思うんで、そんな高いものじゃないんで、これはすごく高さをね、自由にできるんで、まあ新築とかでもみんな今使ってますんで、すごく便利かなと思います。で、これもね、材料 24mm なんですけど、やっぱり重たいものを乗せようと思ったら、 まあ最低18とか24ぐらいのね厚み欲しいんで棚のまあそんな感じでちょっとまあ置くもの考えながら材料は選んだ方がいいですねそしてこっちですねまあこっちは壁にドーンベニヤ打ってそこにビス打って ちょっと長めのビスでホースとかまあいろいろここもかけれるようにしてて一番はこれですかねまあホームセンターで棚受けのフック買えばまあできるんですけどまあここのね三角の部分受けの部分なんですけどこれほんとちっちゃいんで端材結構出ると思うんですよねもう変な話これでいいっぱい この三角みたいなのとかまあ普通のね細い材料とかでもこの形に作ってまあ棚板乗っければ結構丈夫でまあ一番手っ取り早く作れるんで、まあ、これ大工さんはみんなわかると思うんですけどこれかなりまあコスパいいと思いますでまあこれも下はね箱物作って。 置いてますで最後この真ん中なんですけどこれもねちょっと端材でねちょっと作っただけなんですけどこれがまあちょっとローテーブルあったんで古いローテーブルこれにまあた木でね足。 これ長くしてえっとちょっと高いテーブルにしてまあこうやってね今現状余ってる家具とかねいらないのあればねこれをね利用してもねいくらでもやり方ってあると思うんで是非ね参考にねしてもらえたらなと思います。 今日はね、大工がね、こう、簡単に、まあ、端材とか、まあ、見た目こだわらず収納を作るということで、紹介してきました。ご視聴ありがとうございました。